私ってわがままかな。どうして？お父さん、お母さん、おじいちゃん、みんなの好意を無視して家から飛び出してきちゃったんだもん。やりたいことをやる、それが生きてるってことさ。人間なんだ、仕方がないの。そうね、それならいいのね。それしかないんだよ、僕たちには。三尾さん、除夜の鐘。うん、1976年1分過ぎだ。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。ダメよ、こういうことはちゃんとしなくっちゃ。わかったよ。明けましておめでとう。今年も。どうしたんでありますか。いや、おめでとう。本当におめでとう。これから毎年三尾さんと二人で新年を迎えたいな。まるで夢みたいな話だけど。夢じゃないさ。そうしよう、これから先何年でも。二人の心が一つになって愛の世界に溶け合うのよ。震える恋のときめき、二人を包むの流れゆく季節の中で、愛は羽ばたくのよ。心の中に思い出のあの街で。見て、太陽。綺麗だね。こんな世界があったなんて。生きてるって素晴らしいことね。命を育む太陽の光を浴びて生き生きと輝く幸子を見つめ、三尾の心はふと激しく揺れ動いた。今の幸子は美しい、雪よりも美しい。しかし彼女はまた来年の雪が見られるのか、もう一度冬が来るまで生きられるのか。それではお父さん、トシエ、明けましておめでとう。